D サイドはアメリカ、フロリダ州タンパ出身のデスメタルバンド。バンド名の意味は神を殺すこと。アンチクライストや悪魔崇拝を掲げ、歌詞も冒頭的なものばかりである。その点はブラックメタルとも共通するが、音楽性は神聖のデスメタルであり、主にスレイヤーなどのスラッシュメタルから影響を受けている。デス、モービッドエンジェル。 オビチュアリーラのフロリダ勢、カンニバルコープス、サフォケーション、マルボレントクリエーションらニューヨーク勢と共に、1990年代、初頭のアメリカデスメタルシーンの発展を支え、世界中のデスメタルバンドに影響を与えた。また彼らがレコーディングに使用したフロリダ州タン波の森サウンドとそこを拠点に活躍していた、音楽プロデューサーのスコット・バーンスが作り出すサウンドは、 世界中のデスメタルバンドの憧れになり、世界中のデスメタルバンドが次々とレコーディングに訪れるようになった。もともと幼馴染であったスティーブ・アシェイム、エリック・ホフマン、ブライアン・ホフマンの3人が組んでいたカーネイジというローカルバンドにグレン・ベントンが加入する形で1987年に結成された。結成当時はエーモンと名乗っていたが、その後、 ディサイドに解明した。英文時代に録音していたデモは、アモン、フィースティング・ザ・ビーストというアルバムにまとめられている。グレーン・ベントンは、前々から、イエス・キリストが亡くなった年齢と同じ33歳になったら、自分は自殺すると公言しており、33歳になった時の動向が注目されていたが、33歳になったらあっさりと撤回した。こうした。 ディサイドの態度から彼らのアンチクライストとしてのスタンスが疑われることも多い。他にもライブ会場を爆破テロされたことなども有名である。デビュー以来オランダのロードランナーレコードからレコードを出し続けていたが2004年のセブンスアルバムからはイギリスの老舗デスメタルグラインドコアレーベルイヤーエークレコードとのリリース契約を結んでいる。結成以来約17年間。 メンバーが普遍であったが、2004年に、ギタリストのホフマン兄弟が解雇され、元カンニバルコープスのジャック・オーウェン、デスや、アイス・ドアースで活動していたラルフサントーラが加入する。なお、解雇された、ホフマン兄弟は、2007年に D サイドの、全身バンドであるエーモンの名前でバンドを結成した。2007年に、ラルフが脱退し、ケビン・クイリオンが加入。しかしながら、 2008年及び2009年には、ケビンに代わってラルフが、ツアーセッションとして参加することがあった。2010年に、ケビンが脱退し、ラルフが再加入。2011年に、ラルフが再脱退し、ケビンが再加入した。2011年リリースのテンスアルバムより、センチュリーメディアレコードに移籍している。2016年には、12年間在籍した。 ジャック・オーエンが脱退し、モンストロシティで活動するマーク・イングリッシュが加入。2019年にイングリッシュが脱退し、オータムズ・エンドのクリス・キャンネラが加入した。ありがとうございます。